2005年に起きた JR 福知山線脱線事故の風化を防ごうと、JR 西日本は今日、社員向けに行っている研修を報道陣に公開しました。研修が行われているのは、事故現場のマンション周辺を整備した慰霊施設、祈りの森です。2005年4月、JR 福知山線の列車が脱線し、マンションに衝突した事故では、乗客106人と運転士が死亡し、562人が負傷しました。事故の悲惨さを直接伝えようと、JR 西日本は去年7月から祈りの森での研修を始めていて、担当の社員が一部が保存されたマンションに残る爪痕などについて説明しています。JR 西日本では、およそ半分の社員が事故後に入社した世代だということで、事故の風化を防止するため、今後4年から5年かけて、およそ4万人のすべての社員に対し、祈りの森での研修を進める予定です。